コチョウランは、卵化植物の一つ。東南アジアに分布し、白い花をつける。この名は、他の意味にも使われるが、ここでは、この種のみについて記す。コチョウランという名は、コチョウラン属ファレノプシスの総称としても、同族及びドリテノプシス属を含む、洋蘭を含む、名称としても使われる。しかし和名としてのコチョウランは、ピーアフロディーテに与えられたものである。 総称としての胡蝶蘭については、胡蝶蘭族を参照されたい。種としての胡蝶蘭は、東南アジアに分布する、大きな平たい葉を持つ、単熟性の着生蘭である。白い花は美しく、よく似たファレノプシスアマビリスピーアマビリスと共に、洋蘭としての胡蝶蘭のイメージを代表するものである。学名の種称名は、ギリシャ神話の愛と美と法上の女神アフロディテから。 多年生の着生植物で単軸性の卵。茎はごく短く直立し、上には4枚程度の葉を密生し、下方からは多数の根を出す。根は太くてよく伸びる。葉は二列性で折り重なって生じ、楕円型から長楕円形、表面は緑。花形は茎の側面から伸びて斜上して先端は、しだれ、長さは50から8 0トル、時に分子する。 先端より二十数個の花をつける。花は白で計7センチメートルほど、側壁が幅広く、花全体が丸く見える。新弁は黄色帯、赤みのある反紋が出る。新弁の先端は左右に突き出して巻きひげ状になる。常緑性であり、また CAM 型光合成を行う。フィリピンから台湾に分布する。同族のアマビリス P アマビリスは、 本種に非常によく似ている。花は、この種の方が本種より多少大きく、また、新弁の基部中央の肉質突起が、この種では2個の角になるのに対して、本種では4個の角になっている。洋卵として栽培される。この種そのものも栽培されるが、アマビリスの方が、長通っている。また、後輩親としても重視され、白花大輪種は、この種を親にしたものが、 数多い。本種及びアマビリスは通称としての胡蝶蘭のイメージの基本となっている。面がある。ありがとうございます。